答えっすよね、もはや。これやらなくて何をやるのっていう。はいはいはい、こんにちは、北田です。コロさん、今回イラストレーターですか？はい。イラストレーターが副業で月100万稼げる最強事業構築、イエーイイエーイ、ありがとうございます。今回からですね、北原さんがこういうもし職業やってるとしたらどんな最強構築をしてくれるんだろう、事業の構築をしてくれるんだろうっていうのをちょっと聞きたいなと思いまして、今日は特にイラストレーター、自分はちょっと絵が得意でとか、なるほどですね、なんか人の絵を描くのが好きでっていうところで、趣味で絵を描くってやってる人は多いと思うんです。多いかもしれないですね、はい、やっぱいらっしゃいますね結構、はい、じゃあ、はい、語っちゃいますね。演じちゃってください。ありがとうございます。概要欄の方に北原孝彦公式 LINE をご案内させていただいてます。よかったら友達になってやってください。僕、事業構築でイラストレーターについてテーマをお題としてお話しますけど、このね、事業構築のロジックができると、もうこれが美容室だろうがイラストレーターだろうがその他いろんな職業だろうが関係なく事業構築ができるようになります。 LINE の友達になっていただくとアンケートが届きます。そちら回答していただくと、僕がどんな事業を経て今のところまで来ているのかっていうことを動画で1時間ぐらい撮影させてもらったものを皆さんにプレゼントさせてもらってるんで、こちらですね、ぜひ見ていただけるといいんじゃないかなと思います。ではこちら、イラストレーターの事業構築月100万を目標にちょっと今日はね、はい、語らさせていただきたいと思います。はい、はい、僕自身がですね、まずイラストレーターというお仕事を知ってないので、はい、ちょっと情報の収集から行かさせていただきたいんですけど、はい、イラストレーターってそもそも何ですの？人の似顔絵を描くのが得意です。ああ、なるほど。 iPad とか、はい、そういうのを使って、はい、SNS のアイコンにしてくださいとか。それってのは1案件何分ぐらいでかけていくらぐらいで売れるものをベースとされてますか？絵自体は多分 2,3 時間ぐらいではかけるぐらいで1案件かけるんですね、はい、で影響力はどれぐらいの設定でいきます？もう一番最初 OK です。じゃあ影響力が一切ないけど絵はかける、うん、っていうような状態でいきますね、はい、そしたらもう簡単ですよ。もう無料で描く、もうここっすね。あ、一番最初、はい、無料で描く。しかもビジネスを頑張ってる人とか影響力ある人の絵を無料で描いて一方的に DM で送りつけます。順番としてはユーザーさんとコミュニケーションを取ってそうなアカウントをちゃんとまず探すこと、うんうんうん、これがね、例えば堀江さんの絵を描かせてもらいました、こちらツイートさせてもらってもよろしいですかって DM 送ったところで返信すら来ないと思います、うんうんうん、ディスってるわけじゃなくて、はい、そういうステージの方なので、うん、それでも1時間2時間かけて書くわけじゃないですか。その2時間の可能性をかけられるぐらいの人を選定してみるっていう部分ですね。なので書いちゃったので、よかったら上げさせてもらっていいですかっていう前に、この人は書いてもリプを送ったりとか、うん、DM 送ったらせめてなんか返信ぐらいはくれそうだなっていう人をちゃんと見つけるってことですね、うん、ターゲットの明確化です。このターゲットっていうのは反応がもらえる方ですね、うん、もう市場価格の3分の1だったりとか2分の1もしくは無料で書いてあげる、うん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 、最初はね、 DM 送って何々さんの絵を描かせてもらったんですけど、何々さんの取り組みと一緒に絵を描かせてもらったっていうことを私のツイートでメンション入れて取り上げさせてもらってもいいですか、ここまで入れるんですよ、うんうん、そうすると「ええよ」って多分返ってくるんですよ、うんうんうん、いやそれぐらい全然いいですよって、うん、そしたらね、人によってはそれリツイートかけてくれるんですよ。で、認識してくれるっていうことを、これをね、もう何回も何回もやってください、いろんな人に対して、うんうんうん、はい、あ、もちろんその人のツイートを見た時に、あ、この人どん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 いろんな人にめっちゃツバつけまくってるなっていうようなタイムラインにしないでください、うんうんうん、いろんな人を書かせてもらってるだけのタイムラインにすると、僕だったら逆に、あ、僕はいいですわって言っちゃうんですよ、うんうんうん、でもその日頃の投稿の中にそういうのがうまく紛れ込むと受け入れやすくなるんですよ。この人を広げるためにあからさまやってるタイムラインのいやらしさが全部語ってるっていうような状態にしないんですよね、はいはい、なのでターゲットの明確化をして書かせてもらって許可の DM をいただく。これダメだ、これ最近ね、あのコメントでも漢字笑いましたとか、いやー関係んわ。許可の DM を送るんですよ、はい、でこれ許可の DM を送らんで勝手にメンション上げてツイートしたところでリツイートしてくれないんですよ、うん、許可の DM を送ってええー、よって言ってもらってから取り上げてった方がリツイート率が上がるんですよ、はいはい、書くのが早かったら、はい、
書いちゃったんですけどって言ってから許可取ってから書くってのもあり、はい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 、書いちゃったって言って NG 食らったら出さなければいい、書かなければいいわけですから、うんうんうん、書くのが本当30分とか1時間ぐらいで書けるぐらいだったら許可取っていいよっていう返信が来てから一生懸命書いて、はい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 、取り上げるっていうのは全然あり。なるほどですね、はい、まずここまで OK でしょうか。はい、OK、そしたらメンションとかストーリーズで投稿でもいい、うん、ちゃんと相手に書かせていただきましたよと、うん、しかも相手のことを、私がなんでこの人のことを書こうと思ったのかっていう素敵だなっていう取り組みを紹介もしながら、その人がリツイートしたくなっちゃうような、うん、宣伝したくなっちゃうような文章を入れてもらった状態で絵と一緒に取り上げる、書くっていうことが大事、うん、ここまで誰でもできるよね、うん、できますね、できますよね、はい、なのでツイートもしくは投稿ですね、うん、メンション入れてここまでやりましょう、はい、1時間2時間で書けるんだったら、はいはいはい、土日使って4人ぐらいのアプローチはできますよね、うんうんうん、でその4人ぐらいのアプローチと許可を取っておいて、その4本を1週間のうちにうまく混ぜていくような感じ。普段の投稿とね、例えばタイムライン上の投稿が Twitter だとね、許可を取ったその人たちの画像がこうやってやってたらもういやらしさの塊のタイムラインになっちゃうじゃないですか。そうですね、だからここをそれにしたら、前後3投稿ぐらいに関しては日常の絵を描いてる雰囲気とか絵に対しての思いっていうのをちゃんと混ぜなきゃだめ、だけどこれがインスタグラムだったら、うん、例えば右の列に関しては私の周りにいらっしゃる素敵な方々っていう感じにしてあげて、はい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 、真ん中の列に関しては絵を描くノウハウ、左に関しては絵をなんで描いてるのかっていう思いっていう風に感じで相当描けちゃってます。でそしたら今度ね、ある程度フォロワーさんがついてきたら、プロフィールのところにしれっとあなたの似顔絵をいくらで描きますとか、うんうん、あなたの似顔絵も0円で描きますみたいな感じでテストリリースをスタートするわけですよね、うんうんうん、でそのうち徐々にあなたのビジネスに絡ませたアイコンを描かせていただきます。例えば、うん、絵にしたい人っていうのは基本的に顔出しができないわけですよね、うんうん、だから顔出しができない方のあなたの世界観を1枚の絵にしてアイコンで使えるようにしますけどいかがですかっていうのをインフルエンサーさんたちのツイートの中に混ぜていくっていうような感じで初動のキャッシュっていうのを作りますね。軽い商品を販売しながら見込み客の発掘、より高額なコンテンツを売るための買っていただく可能性がある見込み客の発掘をインフルエンサーさんは無料、そうじゃない方っていうのは有料、もう市場価格の3分の1とか2分の1ぐらいでいいです。市場の2分の1とか3分の1ぐらいでいいです。でこれで納品をさせてもらうんですよ。まずフロントで小銭を稼ぎながら、うん、納品実績を上げながら、うん、納品したことがある連絡が取れるクライアントさんを見込みを取りに行くっていうところですね。なるほど、はい、まずここまでは誰でもできますよね。できますね。多分数やりながら質を高めることによって、うん、どん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 チャンスの打率が上がっていくようなイメージですね。ズボラチャンス新しく入りました。はい、ズボラチャンス。こちらいいですか、はい、ズボラチャンスですよ。ズボラチャンスですよ、ね。ズボラチャンス。ズボラな中でもできる。ズボラチャンスです。はい。こっから先、目標が今月100万円なんで、うん、その100万円を目指すにあたって、さらにちょっとどういうとこをこう進めていかないといけないのか。これで見込み客、何の見込み客なのか、はい、次の高額コンテンツをやる、ね。おお、はい、こっから単価が上がるんですね。単価がグイッと上がります。次の単価は10万円から30万円の商品にします。じゃあこれ何を売るのかって言ったら、アイコンを買う人たちって何を今度求めるのかって言ったら、例えばですよ、ホームページとかツイッターとか全 SNS のバナーもそうだし、ブログをやってる人だったらヘッダーで、あとあなたのキャラクターをいろんな画像として差し込めるような、ズームで顔出し不要で話すってなったら、あなたのズーム用のアイコンも作ってあげなきゃいけないし、スライドになんかこういう写真とかキャラクターとかいたら良くないっていうことで、キャラクター作り。あと一番でかいのが、あなたの LP 漫画で作ります。あ、ランディングページでかいですね。これ全部納品したら30万ぐらい払えるでしょ。そうですね、はい、人が入り込む領域を全部入れて、もっと多分もっと出てくると思う、うんうんうん、全部入れてまとめていくらっていうパッケージにして、それを紹介するためにフロントの
小さい商品提供させていただいてありがとうございました。他にもこういうことやっているのでよかったら使ってやってくださいね。興味があったら一つずつ説明させていただきますって言うだけ。100人ぐらいやってみ、3人ぐらい余裕で買うぜ。これね、やってればいつか勝手に売れるから。マジで。そうですね、はい、なんならその段階で自分の絵と他のイラストレーターさんの絵も出しておいて、はいはいはい、どの絵が好みですかって言ったら自分以外を刺されたら、うんうんうん、下請けに出すんですよ。ディレクションで入るとディレクションだけで売り上げ30って上がるんですよ。もちろん下請けの人に半分なり3割から6割ぐらいのレンジで払うんですけど、うんうん、明らかこっちの方が比重高いよねってなったら3割提供すればいいし、その方ってこれやったら9万円もらえるんですよ。30万円だったらでかいじゃないですか、うんうんうん、だからそういう風にやっていくと手離れも起こせる可能性が高いし、うん、1ヶ月で3件納品っていうのは全然できる、うんうん、はい、でも100万円これで。なるほど、はい、ですね。例えばセットが出たじゃないですか、はい、これをまた一番最初のインフルエンサーさんとかにお客に作ってあげちゃうっていう。それはあり。もうね、作らせてもらえるんだったらあり、はい、そのインフルエンサーさんも使いたくなるから、うん、これ全部揃えてもらってみ、うん、LP とかって使いたいインフルエンサーさんいるんじゃないかな、はいはい、これは、はい、めちゃくちゃ今イラストレーターの人湧いてるんじゃない。いや、っていうか答えっすよ、もはや。これやらなくて何をやるんだっていうことですね。大体これ期間で言ったらどれぐらいでできそうですか。種まきからやって本当に毎日ガチでコミットできるんだったら100万まで1年かかんないんじゃないかな。6ヶ月ぐらいでいけんじゃないかな、うん、はい、センスももちろんあるんだけど量なんですよ、フロントの、はいはいはい、何人を無料でやれるかっていう量によっての引き上げ率が全然変わるんで、うん、俺だったら6ヶ月で100万ぐらいだから。フロント無料でっていうふうにあるじゃないですか、はいはい、ここを有料に変えるタイミングってここっていうズボラポイントあります。ズボラポイントね。ズボラポイント、単価を有料に切り替えるタイミングって目の前の人に対して優しくなれなくなった時に有料を考えるっていう部分ですね。例えば無料でっていうのはこんな私が書いていいのっていう段階があるんですよ、うんうんうん、誰を書こうかなって、え、私書いてよ、え、いいのっていう時ってもうお金とかじゃなくて、え、書かせてくれるのってなるわけですよね。この段階っていうのはまだ目の前のお客さんにありがとうって優しくなれてるって段階じゃないですか、うんうん、でもこの無料で書いてねって50人来たらどう、お前らええ加減にせよって話じゃないですか。そうですね。そのタイミングだと今度優しくなれないわけですね、うんうんうん、優しくなれなくなったら料金設定を上げなきゃダメ。目の前の人に対して雑な対応をしだしちゃうから。はいはいはい、はい、逆に言ったらずっと無料でやりつけたら自分が疲弊して相手に不満足を与えてしまう。そう、もう無料だからもう30分ぐらいの仕上げでええやん、無料だからっていう風になるとやっぱりあれなんかちょっと思ってるものと違うなっていう風になって、そこの無料といえどもマイナス値、期待値を下げてしまう。だからそこに対してその優しくなれなかったら、誠心誠意向き合えなくなったらちゃんとお金を設定するっていう。で、逆に例えばフロントが500円っていう形でやってたものがですよ、1000円ぐらいになって、なんなら名前が売れて次この商品がじゃあ1万円っていう風になったら、似顔絵描いて1万円ってイラストレーターさんとしては高いのかな。でもそれをさらにブランディングが加速したったら多分ね、マックス3万ぐらい取れると思うんですよ、うん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 、しかもそのイラストレーターさんのアカウントで何々さんを描かせていただきましたっていう宣伝も込みで3万でどう、うん、全然ありだと。めちゃくちゃいいです。で、この3万円が取れるようになったら単価を上げる方法っていうオンラインサロン作って、うん、イラストレーターさんのコミュニティ作ればいいよ。なるほど。そうするとイラストレーターさんのコミュニティっていうのは1000円、2000円、3000円、まあマックス5000円ぐらいで作って情報共有しながらみんなでお話ししながら絵描く日取らないみたいな感じでやっていくことによって、そのコミュニティ運営をしているっていうメンバーのエネルギーも自分に集めることができるから。なるほどです。そういう形もある。月額会費5000円を200人集めたら100万だからね、うんうんうん、基本的に今回イラストレーターってお話をねさせていただいたんですけど、このフレームワークですね、フロント商品、バックエンドのアップセル商品で、そのフロント商品をどうやって市場に浸透させていくのか、どうやって市場に切り口として切り込んでいくのかっていうのは基本的に共通の考え方っていうのがあるので、うん、イラストレーターの話ですけど、ご自身のこのね動画を見てくださっている頭のおかしい皆さんのコンテンツに切り替えることっていうのはいくらでもできるようになってくると思うので、うん、ぜひやってみてください。よろしかったらですね、概要欄の方に北原貴彦公式 LINE をご案内させていただいてます。よかったら友達になってやってください。この事業構築のフレームワークっていうのが学べる無料無料問わずのセミナーだったりとかもご案内させていただいているので、 Zoom ないしリアルでご参加くださいませ。あとですね、チャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いします。励みになりますので。ということで今回もありがとうございました。またよろしく。